さて、週末にお花見を予定している方も多いのではないでしょうか。長崎市内の桜の名所で開花状況を覗いてきました。長崎市の桜の名所立山公園です。今日は青空が広がって桜の開花も進んでいます。およそ700本の桜が楽しめる立山公園、来月1日までの桜祭り期間中、500個のぼんぼりが祭りムードを盛り上げます。薄ピンクのソメイヨシノは2部から3部咲き、白い大島桜は見ごろを迎えていました。ピカピカのランドセルを背負ったこちらの男の子は桜咲いたら1年生。桜の前で4月から通う小学校の制服に身を包み、笑顔で記念撮影しました。もう暖かくなってきて桜も咲いてきてちょっと綺麗だなと思いましたね。1年生になったらやりたいことはどんなことですか。まあプログラミングとかですかね好きなことをいろいろ見つけてやってほしいなって思います。今年の立山公園桜祭りでは、実行委員会が長崎の港や斜面地と桜が画角に収められるベストな位置にフォトスポットを設けました。ここから眺める桜はまだつぼみが多いですが、この週末の暖かさで開花が進むことに期待です。今からですね、やっと咲いてくれたっていう感じですね。コロナ禍がやっと少し収束して、せっかくのね、春の行楽の、ね、目玉ですので、ぜひ来ていただきたいなと思ってますね。夜間のライトアップは午後6時半から9時まで。ライトアップする場所を去年の2カ所から6カ所に増やし、夜桜も楽しんでもらいたいとしています。一方、こちらもお花見スポット。およそ350本の桜が楽しめる風頭公園の開花状況は、今日は渋咲きといったところ。明日と明後日はステージイベントや出店でにぎわいます。風頭公園の桜祭りは31日までですが、実行委員会は桜の開花状況に合わせ、ぼんぼりの装飾は来月7日まで延長するということです。